していただければ先日をお伺いしお詫びいたします。ウイグル問題をジェノサイドと認めない、外務省に怒り。ウイグル、ジェノサイド、ナチスと同等、許せば取り返しのつかない事態に。1月下旬の自民党外交部会、バイデン新政権の高官が中国新疆ウイグル自治区でジェノサイド、民族大量虐殺が起きていると認定したのに対し、外務省の担当者は認めていないと一線を引いた。この取り返しのつかない事態とはどういうことを指すのか。力による現状変更です。尖閣諸島、台湾、南シナ海などで力によって跳ねのけるということになりかねない。南シナ海でも公海で航行の自由があると言っても自国の海だと主張するなど、国際的な大国という使命感や責任感がないような認識です。国際秩序を維持するように日本が言っていく。言うだけで聞いてくれないのであれば、ちゃんと行動できることが必要です。詳しくははじめくんのブログへ。